お疲れ様です。クロストの龍です。ナッツです。よいしょーい。はい。はい。お願いします。はい。このチャンネルは、はい、兄弟の、はい、日常の、あれこれを、まあ、J リーグを中心に、配信しようかなと思われるようなチャンネルでしたね。はい。でしたね。はい。はい。では、これはまだ立ち上がったばっかりで、はい、チャンネル登録者数またゼロからなんで、うん、皆さんチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。お願いします。今日の企画は、はい、アビスパ対神戸戦振り返り。よいしょ。はい。まあ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 、まあ終わりましたけどね。うんうん、まあ強かったなという第一印象で、やっぱり今の順位3位っていうのは、まあ伊達じゃなかったのかなと思われますけど。まあ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 。でもまず残留決定。あらだ。忘れてた。残留決定したみたいですね。まずは残留が決まってよかったっていうところ。なんか本来引き分け以上でとかやったけど、うん、徳島湘南かなんかね、うん、結果的になんかその直接対決がある関係で、うん、まあそのアビスは抜かれることはないというところで ね。湘南が引き分けの、徳島が負けちゃったのかな。そうね。だけそこで決まりですね。決まり。おめでとうございます。やった。ついにね、5年周期の呪いを払拭しました。終わりましたよ。素晴らしい。素晴らしい。いや、本当に、もうね、スタート時はもう降格、ね。そうね。もうみんなから降格って言われてたところを。みんなから。ね。役やってくれた。でも本当素晴らしかったですね。はい。まあ一年通して、もう言うことがなかったし。うん、まあまた、改めてね、振り返りはするんですけど、うん、年間通した、うんうんうん。まあ本当に、今日もね、我々、ちょっと、皆さんと一緒に見る機会があったんですけど、うんうん、他のサポーターさんともお話しして、うんもうやっぱりここ数、まあ2年前、3年前とか知ってる人からすると、うん、もう言うことは何もないよねと。ねもうありがとう以外の言葉はないと。そう、もうこんな素敵なサッカーの人がっていうところなので、もう本当に最高の1年かなと思ってます。はい。はい。はい、で、神戸戦終わりました。うん、結果1対0で負けました。はい。やはり、うん、強かった。強かったね。いいチームやね。やっぱ3位は伊達じゃない。伊達じゃない。もう本当、その通りやんね。ただ、まあ、アビスパも、ただやられたわけじゃなくて、うん、まあまあ、本当に、ギリギリというか、そうね、まあ、白氷の勝利ですよね。うん、まあ、あのメンツに互角で戦えてたっていうのもね、いや、まじ素晴らしい。すごいけど。素晴らしい。うん。まあ、一個ずつ行きましょうかね。うん、まず、ハッピーハッピータイム、はい、チャンネル変わっても、ここは続けていきましょう。はい。はい、神戸のスターティングフォーメーション、こちらです。ドン、うん、はい。はい、まあ、そうそうたるメンバーで、まあ、予想通り442で来たなっていうところでしたね。はい。で、まあ、いつも通りのメンバーが揃ってる中で、ツートップが、まあ、武藤選手、ボージャン選手、うん、大迫選手がね、怪我でちょっと離脱っていうところなんですけども。そうですね、代表戦の時にね。まあ、全然怖かったね。うん。何も、大迫の影響なく怖かった、ね。そう、なんか大迫選手がおらんくていいのか悪いのか、なんかよくわからんぐらいもういい選手がおりすぎて。いや、なんか、むしろやっぱり、あのワントップがいないことで、うん、いい連携も生まれてたし、うん、でまあこう442って言ってもどっちかって結構コンパクトめに最初来てて、うんうん、守備時は結構コンパクトになって、うん、やっぱアビスパの攻撃っていうのをすごく警戒してるような感じなんだけど、うんうんうん、まあ攻撃でアビスパが相手後ろに押し込めたなってなった時は、うん、しっかりこう2センターバックと、うんサンペールが後ろでこうリスク管理しながらボール回して、うんまあ、両サイドバック高い位置取ってっていう感じで、うん、本当にアビスパ対策もしっかりしながら、うんね、守備時攻撃時のね、うん、オプションっていうのを持ってて素晴らしいチームかなと思ったし、はい、うん、うまかった、うまかった、もう、うん、本当になんかこうイニエスタとかサンペールって、うん、めちゃくちゃ守備するタイプじゃないんだけど、うん、そこは佐々木選手とか豪華選手、うん菊池選手小林選手みたいなね、うん、結構頑張り屋さんの選手が支えることでチームのバランス取りながらも、うんうんね、菊池選手、小林選手、高さもあって、うん、強くて、うん、だからその上でのイニエスタとサンペールが生きるというか、うん、ある程度自由にできて、うん、まあ前と後ろをすごくシームレスに繋ぐことができて、うんうんうん、で、ボージャン選手もすごくプレーエリアが広いんで、うん、前だけではなくて後ろでも仕事するし、うん、広かったね。ただね、やっぱ一個言うと、ボージャンが折りすぎかなっていうのは、うんうんうん、あんまりこう下がりすぎると、うん、まあ、ギャップで受けてシュートまで運んだいいシーンもあったけど、うんやっぱりもうちょっと前で仕事した方が、ね、あのアビとしては怖い部分も、ねうんうん、あったと思うし、はい、武藤選手とボージャン選手どっちも結構器用な選手だったんで、うんうん、よかったのは良かったけどもう少しゴール前に怖さが最初から1枚どっちかドーグラスとかね、うんうんうん、のマッチングの方が怖かったかもしれないですね、うんうん、で途中ねドーグラスは残ったまま
武藤と坊主の入れ替えとかのが怖かったかもしれないですけど、確かにね、うん、ただまあまあそれにしてもレベル高い高いね、いいチーム豪徳。俺まあさ、うん、今日もみんなに言ったけど、うん、豪徳はうますぎるんだよ。そういや、なんなのあれ、ホームの時もそうやったしね、うん、やっぱり豪徳だけなんか違う、サイドバックであんだけ存在感をしてくるのはすごい、やっぱすごいねって話で、いやしかも、うん、安定してますねパフォーマンスがやっぱり、うんうん、なんかもうほんとサイドバックやけど攻撃の起点となって、うん、なんか豪徳がスタート作ってるみたいな、なんかやっぱすげえマジでやっぱ一番感動した、うん、やっぱ今日も、うん、初瀬もすごいのよ、うまかったね、やっぱ、うん、キック持ってるから開いてる、もういいクロスバンバンあったし、でも、ね、やっぱ初瀬ってやっぱクロスがメインなんやけど、豪徳、うん、ってクロスもあるし、うん、進入もできるんだよね、そう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 、あれは豪徳素晴らしいね。だけどまあ自分がこう行くことによって周りをもっと生かしてあげたりとかできてますね。素晴らしい。素晴らしいなって。ちょっともういくらでも話せるんで、もうこの辺にしましょうか。はい。はい。で、タイムラインこういう感じになってます。ドン！はい。はい。まあこんな感じで、まあ、前半はね、すごく硬いゲームでしたね。うん、うん、うん。まあ特にこう交代もなくっていうところで、うん、まあ両チームすごく集中してたので、うんうん、まあ攻撃も守備も両チームともに高いレベルでやってて、はい、まあ、目が離せない展開というか、うんうんうん、息つく暇もないというか、うん、多分どっちかが集中切れたらやられちゃうんじゃないかなっていう、そうね、もう本当そんな感じだったね、ね、うん、お互いがすごくインテンシティ高くて、うんうん、いいゲームでしたね、うん、で後半先に動いたのは神戸で、やっぱこの先に動いたのが意外に効いたかもしれないです、うんうんうん、佐々木選手とクルキッチボージャンがアウトで、はい、リンコンドーグラス入れてきて、うんうん、これがかっかっ早めに来た、ね、早めの采配聞いてましたね。早めにもうちょっと畳みかけに来たというか。ですですです、うん。で、後半25分にファンマと金森下げて、クルークスとマリを入れたっていう感じで、うんうん、はい、31分に山岸選手アウトの石津選手、うん、で、イニエスタ40分間で中坂選手で、ヨーグラスがゴールですけども、うん、で、後半43分は湯沢選手、田辺選手が変わって、はいはい、太郎ちゃんと和子選手、うん、って感じでしたけども、うん、結構ね、俺はね、交代今日遅かったと思う。うんうんうん、もう少し早くてよかったのかなっていう、うん、なんかやっぱ神戸にも支配される展開が続いたから、うん、アビスパの選手はいつになく疲れてたかなと、うんうん、もうそれもサロモンソンもそうね、まあ後でまた話しますけど、うん、ちょっとやっぱ疲れが出てましたからね、うん、太郎ちゃんとかももっと早く入れてよかったかなと思うし、うん、まあまたちょっとまた、はい、はい、タイムラインは以上です、はい、はい、でチームスタッツこちらです、ドン、はい、神戸 68%、はい、福岡 32%、はい、支配率ですね、うんうん、シュートが神戸12、福岡5、うん、神戸が枠内4、福岡2ですね、うん、で走行距離が同じ107ですね、うん、もうほぼ一緒です、はい、スプリントが神戸113の福岡125、うん、パスが645、神戸の福岡294、はい、パス成功率が神戸 82.8 の福岡 62.2 と結構下がってますね、うんうん、まあ、こんな内容になっておりますけども、はい、まあ、枠内シュート福岡2、うん、神戸が4、うん、で神戸4、福岡2、あんま2本しか変わらないと思うかもしれないですけど、うん、それ以上に多く感じましたね、うんうん、福岡枠内2ってあったっけって思える、ね、ね、内容ではあったんですけど、うん、難しかったですね、うん、正直何も攻撃に関してはあまりさせてもらえなかったなっていう印象ですね、うん、まあ、今後の課題かなと思うんですけども、はい、はい、というところで、うん、まあ、チームスタッツはこちらになりますけども、はい、まあ、勝てなかった要因がやっぱ2つぐらいあるかなと思ってまして、うん、1個はやっぱり僕は右サイドの守備、うん、ここが気になりますね、うんうんうん、まあ、金森選手と、サラモンソン選手、うん、まあ、すごく一生懸命なのはすごく伝わってはくるんですけど、やっぱ右から崩されてるっていうのは事実としてちょっとあるのかなと思うので、まあ、金森選手の守備力なのか、うん、立ち位置なのか、うん、サロモンソン選手のちょっと体力的な部分、うんうん、総力の部分になるのかなと思うんですけど、うん、少し右に不安定な差が、ね、ね、あって、うん、まあ、失点シーンもやっぱりあの時はもうクルークス選手変わってたんですけど、うん、まあ、入れ替わられて追い越された時にクルークスがもちろんついていくべきシーンではあったんですけど、うんうんうん、どっちかっていうとやっぱサロモンソンがあそこをね、うんうん、抜けた瞬間うまくスペースを潰しにはいけたかなと思うんで、うん、確かにちょっとスペース空けすぎてた気はしたね、サラモンソンがね、もちろんライン際まで行ったから、うん、まあ、これは大丈夫かなと思うシーンもあったと思うんですけど、うん、あそこもう一歩、うん、二歩詰めるっていうのが、うん、長谷部サッカーかなと思うんですよ、あ、そうね、上げさせない、簡単に上げさせない、うんうんうん、まあクロスもキックミスかなと思うぐらいふわっと浮いたから難しいんですけどね、うんうん、ただあそこの一歩二歩をこだわるのが、うん、長谷部サッカー、うん、
なのかなと思うので、ちょっと右側あそこはね、まあまあ真ん中の選手もおったけど、まあ前選手がちょっといけたかなっていう、ね、しっかり見てたし、ね、見えてたから、サラモンさんもうちょっと一歩二歩三歩こう ね, そうね、縮めれければちょっと変わったのかなっていうところがね、そうやっぱそういうところの、あれはあのシーンやったけんあれやったけど、まあそういうところの積み重ねがちょっと右からやられるシーン多いかなっていうね、ここ数試合ね、ちょっと感じるところがありますけど。うん、まあ、で逆にね、左は湯沢選手は、まあ、豪徳に振り回されながらも、うん、いや、多分相当きつかったと思うよ。いやいや、よかった。あんだけさ、目まぐるしくパス回されて、ポジション移動されて、うん、仕掛けてほしくないタイミングで多分仕掛けてくるし、うんうん、あるじゃん。うん、いや、ちょっと今タイミング的にきすぎん、混んでほしいなと思った時多分来るよ、ね、選手って、うん。でもその中で、やっぱある程度は引っかき回されたけど、うんうん、まあ、ついていくとかついて、最悪ついていけてたし、うん、まあ、田辺聡太選手とやっぱ協力して、うん、左はまあ抑えられてたシーンはあったのかなと思う、ね、バランスは良かった。やっぱあの二人の組み合わせいいね。良かった、うん、だから最後は一個だけイニエスタにめっちゃ惜しいシュート打たれたシーンは、うん、あれプラスでサンペールとか入って来られた時よね。そうね、どうにかこう2枚やったらあの二人対応したけど、うん、そこの底からサンペールが来るとかなると、うん、もう誰がついていいかわからないってなるんで、うん、でも左はすごく評価できたのかなと思うので、うんうんうん、まあね、最後のあの失点シーンの湯沢選手はやっぱ、うん、あのボール上げられた時点でもうお手上げだと思う。まあそうね、バックステップ踏みながら前から飛んできたドーグラスに勝てないから絶対。そうね、ドーグラスもかなり助走つけとったっけね。待って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 ドンだから、まあ、あれは仕方ないのかなって、まあ難しいね、どちらかというと右側の責任になりうるのかなとは思うんですけど、まあ難しい、はい、とやっぱ攻撃ですよ、うん、負けたポイントとしては、うん、やっぱり守備が続いちゃってたんで、うんうん、あの後半入ってすぐぐらいにファンマ選手がポストプレーとかして、うん、ちょっとペナルティエリアに侵入するシーンとかあったと思うんですけど、うんうん、あの辺をいけるかもって正直やっぱ思ったんですけど、ね、あの時間帯は、ね、うん、あの後ぐらいからやっぱ流れが良くなくなってきて、うん、守備防戦一方になってたんで、うん、まあ、そうなった時にどう打開するのか、うん、まあ、ジョンマリ入れてっていうのもあったんですけど、うん、まあ、少しやっぱりなんだろう、選手的な物足りなさというかチームとしてやっぱオプションの不足はしてるかなと、うん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 、ボール自陣で失った時にワンタッチでつないで、うん、カウンター早くっていう意識はね、うん、今日すごくあったじゃないですか。あったあった、結構もう本当わざとやっぱりしっかり意識してダイレクト意識、うん、ね、うん、やってるなっていうのが感じたよね。そうね、結構ミスもあったけど、そうそうそう、でもトライしてるっていうのはそう、トライしてる感じはめちゃくちゃした、ダイレクトで。だその上でのミスは全然いいかなと思うんですよ、うんうん、ね、ポンポンポンで前に出たいっていうイメージが見えたんで、ただなんかそういったやっぱオプションを少しずつ増やしていかないと、うん、やっぱ流れってやっぱ切りたいよね、うんうん、ああいう流れ、うん、やっぱあれ続けていったらやっぱ87分だな、そのあのぐらいの時間に、うん、やっぱね集中力切れるから、うんうん、スタミナも切れるし、うん、どっかでもうちょっとオプションが欲しいかなと、うん、欲しいね、それこそ俺はねやっぱずっと言ったけど中川輝みたいな選手が入ってきて、うんうん、ジョンマリとテルとかにして、うん、あ、押し込まれたと思ったら、ミヤみたいな選手が蹴って、大裏に蹴るわけよ、うん。それをテルとかに反応させて、うん、自陣をぐーっと回復させるシーンとかが、オプションとしてあるというのかなと、うん。まあ、来年の課題かなと思いますけど。うん、まあ、今日はちょっと渡り選手がおったらよかったかなっていうのがね。渡り選手とジョンマリを一緒に出せたら、ちょっと違った。ちょっと面白かったかもなっていうところはあったね。はい、前のスピード感、ちょっと来年は期待したいですね。はい、いやいやいや、でも面白かったですね、うん、本当に。まあ、現在3位の神戸相手にこんだけの試合できて、うん、そうね、多分神戸としてはすごい苦しかったと思うし、うんうん、ああ引き分けかなってよぎってたと思うし、そうね、引き分けかもって俺らも思ったし ね、ちょっと俺らもああ今日引き分けになるかなって思ったけど、うんうん、まあ、多分神戸としては一番気持ちいい勝ち方じゃないですか、うん、まあそうね、アビスパらしいサッカーして、うん、うわー、これが今年 J1 を席巻してるアビスパだと、うんうん、めちゃくちゃ強固じゃん、うん、こじ開けれなくて引き分けかなってサポーターですら思ったところも最後、グーって開けて、ズボーンって言ったのって、神戸サポからしたら気持ちいいと思う。はい。100% のアビを壊したみたいな。アビとしては良かったもん、今日。今日は悪くなった。良かった、マジで。神戸がやっぱ上手いったなって感じ。アビとしては、やっぱ清水戦はどっちかっていうとね、アビ良くなかったなって感じだったけど、清水が悪いとかじゃないけどね。なんか清水戦は阿炎自爆したなって感じだったけど、うん、もう今日は阿炎としてやれることやった上で、うん、その上で食われた感じしたんで、うん、浦和戦に近い感じあるね。まあそうね、ね、そんな感じあるね。まあアビスパ、まあ
今年は仕方ない。そうそうそう。まあ、上がってきてっていうところで、まあ、来年の本当課題に、ね、課題が見えたね、いっぱい。もっと上に行くためのところかなっていう、ね。と思いましたね。はい。はい。なんで今日は CVP はございません。はい。すいません。言いたいけどね。うん。まあ、次に、はい、持ち越しということで、はい。次札幌戦ですね。札幌戦。またアウェーなんで、うん、またもしかしたら生配信か何かやるかもしれないので、うん、はい、その時はぜひお付き合いください。はい。はい。というところで今日も長い動画ご視聴いただきありがとうございました。し皆さんのコメントぜひじゃんじゃんいただければと思います。はい、チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。